番組のノイノンと、はい、皆さんこんにちは。筆箱が大好きなハマブノです。今回はですね、面白い筆箱をいっぱいチョイスしました。私が大好きなもうあれとかね、もう何これとかね、これもね可愛いしね、まあ、これも可愛いしね、もうなんかいっぱい可愛いのあるんですけど、あと私が好きなねっていうのとかね、いろいろありますので今回紹介していきたいと思います、はい、で自分の筆箱紹介もしつつね、筆箱っていうのはねやっぱポーチにもできるからすごくいいね。はい、ということでやっていきましょう。はい、こちらの猫ちゃんです。今回はですね、すべてバングトさんのゲットしたものになっております。筆箱紹介なんでカメラチェンジします。カメラチェンジじゃあまずはこちらの猫ちゃんいきましょう。はい、今回かわいい系とか面白い系とか、面白い系がすごいですね。ほんま猫ちゃんもすでに面白いんですけども、すごい、これボールチェーンがついてるんで、つけられます。あ、触り心地めっちゃいい。待って、これめっちゃいい。すごい触り心地がいい。あー、いいね。これこの子と同じ触り心地してる。私の使ってるこれ。あー、ジンベーザーね、ジンベーザーね。の触り心地と同じ。あー、すごい、なんかすごい。しかもチャックめっちゃ開けやすいね。これめっちゃいいじゃん。え、次これにしよう。あ、何この色すごい。ね、かわいい。こちら、気になるお値段は。概要欄には猫の筆箱と書いております。696円でございます。筆箱って高いの知ってる、みんな。696円です。安くない？やばい。これはそれでは次ほのぼのが紹介したいのこちらです。透明筆箱、これね、色が可愛い。めっちゃ SOS みたい。これ SOS のあれみたい。もちろん可愛いのもそうなんですけど、可愛い鉛筆とか消しゴム入れてたらね、中身が見えちゃうんですよ。まあそれは可愛い。そしてこちら気になるお値段、概要欄には透明筆箱と書いてあります。440円でございます。でですね、今私が学校で使ってる筆箱なんですけど、こちらになります。こちら約1350円ぐらいしました。はい、それでは続いて紹介しましょう。はい、続いてはパンダコパンダコパンダッティーレパンダコパンダコパンダッティーレ。パンダかわいい。かわいいね、パンダかわいいですよ。でそれは冬におすすめかもしれない。ね、めっちゃモコモコなのこれ。やばくない？あー、すごい、中もすごい、ちゃんと白くなってる。パンダコパンダコパンダパンダ。今気づいた、ここに尻尾がある。尻尾ついてる、かわいい。めっちゃかわいい。これいくらですか？こちら概要欄にはパンダと書いております。お値段541円でございます。安っ、541円。はい、やばくない？安いし、もちもち、これめっちゃいい。これもちもちなんですか？もちもちですね。うん、まもうまっ。続いてほのぼの紹介したいと思います。はい、パンの筆箱でございます。パンですね。で、パンダです。中はこれね、概要欄にはパン筆箱と書いてあります。こちらお値段579円でございます。これは何だろう、スクイーズではないけどね、そう、パンも言えばね、でもスクイーズファンの子はこれ持っててね、損しないと思う。あれ、学校にスクイーズの筆箱持ってきちゃったって言われて、これ触り心地がめっちゃスクイーズに似てる。そう、うわ、スクイーズだ。デジノイノさんお願いします。はい、もうみんな大好きサメ、かわいい。これ一つ言っていいですか、学校に同じ子いるんですよこれね。めっちゃ欲しいなと思ったらバングトさんでこれありました。わ、すごい、このスポンジもめっちゃいいですよなんとですね、鍵付きなんですよ。そう、でも私、はい、これ見てください、暗証番号は555です。他のやつやってみるじゃん。あ、本当に開かないわ、すごい。概要欄にはサメの筆箱と書いてあります。1229円でございます。安くないですもん。なんか安いですね、筆箱としたら。かわいい。しかもちゃんとこついてるからいいよね。私、鍵系が好きなんですよね。かわいいな、これ筆箱の中もスクイーズ入っちゃってる。これ続いて紹介していいですか？はい、どうぞ。こちら、ババババンババーン、車です。これ概要欄には車筆箱って書いてあります。これ白くない？車筆箱00です。で、中はですね、こちらまたスクイーズでしてですね、はい、のスクイーズゴムがあるんですけど、ここのところに定規とか挟めます。でですね、チャックが1個こちらの上のところに、多分ここは消しゴム入れたりするところです。2個、そしてこちら行って、3個、4個、5個、そんな筆箱持ってきて6個、チャックが6個あって、なんとお値段1702円。お、安っ。安いですよね。安い。クオリティで、とりあえず、まあ、勉強しようみたいなこと。ラストはですね、私の大好きなお魚、熱帯魚、お魚、これは、お魚ですね。
はい、ほんとさ、見て、下にシャープついてるね。多分中身はちょっと期待ですね、中身期待。あー、期待した私が悪かった、普通だった。でも可愛い、超可愛い。これ触り心地全部いいな、筆箱。なんか私が今日一番おすすめするのはやっぱりこれかな。これとこの猫ちゃんをおすすめします。めっちゃ可愛い。はい、ということでですね、こんな感じで筆箱紹介してみました。ぜひ皆さんもね、筆箱買ってみてください。ということで、キャベバイバイちゃん、下にリンク貼っております。次回の動画で筆箱の中身紹介プラス筆箱書いてみてやってきますので、ぜひ楽しみにしてください。その時にこちらのね、どれが自分のものになるか決まりますので。あなたもすごい。